マツコデラックスです、前回、ああいった形でメッセージを、送ったことでもう一度また自分で、整理できたというか、考えたんですけれども、やはり全て の、 その差別だったり偏見のきっかけっていうのが、知らないこと、無知であることっていうのから始まってるんじゃないかなって、改めて考えさせられました。知らないことっていうのはまた知ろうとしないってことは、その自分が得体の知れないものだったりやっぱり怖いじゃないですか。その恐怖心というものが攻撃的な行動に人々を駆り立ててしまうんじゃないかなって思っています。なのでまず、何にもできなくてもいいからまずは知ること、少し、まあ、勉強するまでしなくていいですけれども、こうやって日本財団がいろんな資料とかも作ってたりするので、ハンセン病ってどんなものなのかっていうのをなんとなく、そのよく言われていることだけで自分で判断してしまうのではなくて、具体的な、資料なりデータを見て、あ、こういうものなんだって分かっているだけで、不必要なこの恐怖というものっていうのは多少はなくなるんじゃないかと思っていて、そうなるとまたその先にハンセン病に対する考え方っていうのが変わってくる気がするんですよね。で、前回そのハンセン病というのはいろんな差別の縮図だっていうふうに言ったんですけれども、やっぱりここまでみんながちょっとずつハンセン病を理解しているにもかかわらず、まだその差別だったり偏見というものがゼロになってないっていうところが、まあ今もう本当に全ての差別をいや偏見をこうゼロにできたらこんなに素晴らしいことはないんですけれども、絶対にいつの時代にも、どんな場所でも差別や偏見が生まれてしまうっていうところにつながっている気がして、もし本当の意味でハンセン病に対する差別や偏見がなくなったら、この先本当に差別や偏見をゼロにするきっかけになるんじゃないかなと思っています。今だんだんとこういろんな状況が殺伐としてきて、若者も自分の未来を明るいと思えなくなってきたりで、ネットを開けば本当は胸に秘めていなければいけない人に対する憎悪だったりを簡単に書き込めて世の中に見せることができてしまうっていう状況は、これからそれが助長していくとますますこう差別や偏見というものが生まれやすい状況ができてしまう気がしていて、そんな中でやっぱり今一度こうハンセン病について振り返る、で知るという行為が何かこう巧妙になるんじゃないかなっていう思いがしています。それに少しでもお役に立てたらなと、思っておりますが、皆さんも、まあ、これをご覧になっている方っていうのはもともとがハンセン病に対して知ろうという思いがある方ですから、こう見ているんでしょうけれども、改めてもう一度、ハンセン病について知っていただけると、一人でも少しでも差別や偏見の思いというのが消えることができたら、もっともっと素晴らしい世界になると思っています。シンクナウハンセン病、私も、生意気なことを言いましたが、もう一度ハンセン病について勉強してみたいと思いました。マツコデラックスでした。ネットを開けば本当は胸に秘めていなければいけない人に対する憎悪だったりを簡単に書き込めて世の中に見せ
ることができてしまうっていう状況は、これからそれが助長していくと、ますますこう差別や偏見というものが生まれやすい状況ができてしまう気がしていて、そんな中でやっぱり今一度こうハンセン病について振り返る、で知るという行為が何かこう巧妙になるんじゃないかなっていう思いがしています。それに少しでもお役に立てたらなと、思っておりますが、皆さんも、まあ、ところが、まあ、今もう本当に全ての差別をいや偏見をこうゼロにできたらこんなに素晴らしいことはないんですけれども、絶対にいつの時代にも、どんな場所でも差別や偏見が生まれてしまうっていうところにつながっている気がして、もし本当の意味でハンセン病に対する差別や偏見がなくなったら、この先本当に差別や偏見をゼロにするきっかけになるんじゃないかなと思っています。今だんだんとこういろんな状況が殺伐としてきて、若者も自分の未来を明るいと思えなくなってきたりでしないってことは、その自分が得体の知れないものだったり、やっぱり怖いじゃないですか。その恐怖心というものが攻撃的な行動に人々を駆り立ててしまうんじゃないかなって思っています。なのでまず、何にもできなくてもいいからまずは知ること、少し、まあ、勉強するまでしなくていいですけれども、こうやって日本財団がいろんな資料とかも作ってたりするので、ハンセン病ってどんなものなのかっていうのをなんとなく、そのよく言われ、マツコデラックスです。前回、ああいった形でメッセージを、送ったことで、もう一度また自分で、整理できたというか、考えたんですけれども、やはり全てのその差別だったり偏見のきっかけっていうのが、知らないこと、無知であることっていうのから始まってるんじゃないかなって、改めて考えさせられました。知らないことっていうのは、また知ろうとしていることだけで自分で判断してしまうのではなくて、具体的な、資料なりデータを見て、あ、こういうものなんだって分かっているだけで、不必要なこの恐怖というものっていうのは多少はなくなるんじゃないかと思っていて、そうなるとまたその先にハンセン病に対する考え方っていうのが変わってくる気がするんですよね。で、前回そのハンセン病というのはいろんな差別の縮図だっていうふうに言ったんですけれども、やっぱりここまでみんながちょっとずつハンセン病を理解しているにもかかわらず、まだその差別だったり偏見というものがゼロになってないっていう。